こんばんは、しおちゃんのお時間です。以前しおちゃんでは人間が家畜化できなかった動物を紹介しましたが、当然その逆に家畜化に成功した動物がいます。そこで今回は家畜化できた動物とその起源の種に焦点を当ててみたいと思います。これらの動物はもともとどのような姿をしていて、当初何の目的で家畜にされたのでしょうか。この動画ではそういった疑問に答えたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。わかりやすいよう家畜化されたおおよその年代順に紹介していきます。またこの動画と一緒に以前の動画、家畜化できなかった動物を見ていただけると、どういう違いがあってこれらの動物が家畜化できたのかがより深く分かっていただけると思いますので、よかったらそちらの方もご覧ください。ちおちゃんではこのような動物の家畜化など世界で起きているあらゆることを解説していきますので、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。では始めていきましょう。家畜化できた動物とその起源。8選ナンバーワン、犬。まずは皆さんにも馴染みの深い犬についてご紹介します。犬は2万年から4万年前に特定の場所で狼から進化したと言われ、最も古い家畜化動物です。狼の群れが人間の残飯を漁るため狩猟採集民族の集落の外れに移動したことで家畜化が始まりました。狼と犬の大きな違いは知覚経験と社会化にあります。狼と犬は両方とも子供の時に他の動物や人間に対して友好的な感情を抱くことができる社会化期と呼ばれる時期を経験します。そして一度社会化の窓が閉じてしまうと新しいものを受け入れなくなります。狼はこの社会化期が犬よりも短く、生後一番最初に嗅覚が発達しますが、社会化期を過ぎると嗅いだことのない匂いは危険であると認識するようになります。この違いが狼と犬の命運を分けました。家畜化の鍵は社会化の窓にあったのです。ナンバー2、羊。羊は今から1万1000年くらい前のメソポタミアで家畜化されました。羊の原種はイラン、小アジアなどの山岳に生息していた野生のムフロンです。羊は犬に次いで早くから家畜化された動物ですが、その理由としてムフロンがもともと攻撃的でなく管理しやすい大きさで、速い成長、高い繁殖率など人間にとって都合のいい性質を持っていた点が挙げられます。人間は羊の肉、乳などを利用してきました。また羊から得た毛皮のおかげで人間は寒い地方に進出できました。ナンバー3、牛。牛は食肉、乳、飼液、また飛脚や肥やしなどで様々に人間の役に立ってきました。牛は西アジアやインドにいたオーロックスが原種とされています。驚くべきことに1万500年前にイランのアルノーカが飼育を始めたのが最初で、現在世界中に15億頭いる全ての牛の祖先にあたります。牛については以前の人間なしでは生きていけない生命体でも紹介しているので、そちらもご覧ください。ナンバー4、猫。猫は4000年前のエジプトにおいて神聖視され神の使いだとされていたことはよく知られていますが、最も古いものは9500年くらい前、中東の砂漠などに生息していたリビアヤマネコが人間の農村に近づいたことが始まりだと言われています。猫の家畜化の時期が犬よりも遅い理由は家畜化の経緯にあります。犬は狩猟採集時代に猟犬や番犬として早くから人の社会に組み込まれたのに対し、猫は農耕の開始に伴い家畜化が始まりました。人間が作った穀物によってきたネズミを狩るために猫は農村の近くに住み始めたのです。猫は穀物を守る番人として必要とされました。さらに伝染病を媒介するネズミを駆除するため疫病の予防にもつながりました。猫は自ら人間に近づいてきたので人間に従順になるように改良する必要がありませんでした。そのため遺伝子もほぼ変わっていないと言われています。だからあんなに気まぐれなんですね。ナンバー5、豚。豚の祖先であるイノシシはアフリカ北部、ユーラシア大陸及びアジアの島々などに広く分布しており、複数箇所で家畜化が始まったとされています。イノシシは雑食性のため犬と同様人間の残飯を漁るために農村に近づいたものを人間が柵などで囲って飼い始めたのでした。イノシシは気性が荒いのに対し豚は性格が穏やかに改良されました。また
肉を取るため下半身が太りやすくなっています。さらに豚はイノシシより発育が早く繁殖力も高く改良されています。イノシシは子供が産めるまでに2年以上かかりますが、豚は4、5ヶ月で済みます。ナンバー6、馬。馬の家畜化は今から6000年くらい前、現在のウクライナで始まったと考えられています。初めは騎乗のためではなく、食肉を得るために家畜化されました。牛や羊よりも家畜化が始まった年代が遅いのは、馬は主にステップ気候の寒冷な降雪地帯の草原に生息しており、牛などの反芻動物に比べて消化能力が低く太りにくいため、食肉用の家畜として不適切だったからです。ではなぜ食用として家畜化が始まったのでしょう。人類がウクライナの草原地帯に進出した時、この降雪地で牛や羊は雪の下の餌を食べる習性がないため、人の助けがないと餓死してしまいました。ところがここに住んでいた馬はひづめで雪をかき分けて餌を食べていたのでした。これを見た人間が馬を家畜化しようと決めました。騎乗が始まったのはそのずっと後のモンゴルからです。また現在世界中にいる野生の馬は全て家畜化された馬の子孫で、馬の祖先は滅んでいます。ナンバー7、蚕。蚕の幼虫は桑の葉を食べて育ち、糸を分泌して繭を作り、その中でサナギに変態します。この糸を人間が繊維素材として利用したものが絹で、蚕は人間の経済にとって非常に重要な虫です。蚕は5000年前の中国東部で臨死目蚕科科の昆虫クワコを家畜化したものだと言われています。クワコは中国、台湾、朝鮮半島に分布し、日本でも全国で見られます。クワコは蚕よりくすんだ灰色がかった茶色をしており、蚕と違って飛翔能力がありメスを自力で探すことができますが、蚕は空を飛ぶことができず野生回帰能力を完全に失っています。ナンバー8、ニワトリ。ニワトリの家畜化の起源は今から3600年くらい前の東南アジアだとされています。この地域に生息するキジ科の赤色夜景を花菌にしたもの、もしくは赤色夜景とその禁煙種を掛け合わせたものが現在のニワトリです。農村の稲を食べるために近づいた赤色夜景を徐々に飼いならしたのが始まりでした。ただ赤色夜景はニワトリと違って飛翔力があり、また鋭い爪を持っているため、どのように家禽化したのかは不明です。驚くべきことに、初期のニワトリは食用として利用されていなかったことが分かっています。出土したニワトリの骨に屠殺された跡がなく、人間と一緒に埋葬されているケースがあったのです。古代中国ではニワトリの鳴き声は死者の魂を目覚めさせ続けることができ、ニワトリの鳴き声を聞かせることによって無事死後の世界まで行けると信じられていました。このようにニワトリは崇拝対象として宗教的な意味で飼われていたようです。その数百年後、肉および卵が食用として利用されだします。卵が先かニワトリが先か、いいえ、宗教が先でした。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入りましたら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。